さあ、まずはこれを見るとお腹が空いてくるかもしれないこちらのコーナー。翼レコーズの人気グループ3組からなるボーイズユニットツバダン。兄貴的存在、友情、努力、音楽のキューバーズ。男性版青春派グループザ・スーパーフルーツ。真面目型おふざけ集団ヨガヨナラ。この3組がラーメン激戦区岡山で激うまラーメンを食べ尽くすため結成したのがツバダンラーメン部。はい、かっこよく決まりましたね。ありがとうございました。やったね。決まりました。決まりましたよ。決まったよね。決まりましたね。びっくりした。全然ね、問題ないです。さあ、4回目となるツバダンラーメン部なんですが、今回は2人がね、はい、食リポを披露してくれますが、はい、岡山のラーメンはいかがでしたか？本当に最高でした。うん、もう、とにかく美味しかったです。とにかく美味しかった。もう、シオン君はしゃぎまくり。やばいです。ずっとテンション高かった。そう。僕もなんかちょっとどうせしてか分かんないから、うん、あ、こんなはしゃぐんだって。ラーメン大好きですもんね。そうなんですよ、はしゃぎすぎてた。よかったね。よかったよ。よかったですね。喜んでいただけそうですね。嬉しいですね、はい、こちらも。それでは VTR 振りをお願いします。はい、 VTR スタート。岡山市北区本町にやってきました。よいしょ。やったおはよう。おはよう。挨拶大事だよね。西川緑道公園にやってまいりました、うん、やってきました。すごい雰囲気のいい道ですけれども、うん、さあ、ツバダンラーメン部、はい、4回目のキーワードこちらになります。はい、何でしょう。大阪発の人気店が岡山初上陸、宇宙に持っていけるラーメン。うわー、よいしょ。宇宙に持っていくんだろう。そんなことある。宇宙に行きたいなって。あ、行きたいな。行きよって。すごい、すんなり受け入れられるんだ。宇宙に持っていけるラーメン。宇宙に持って、宇宙でも食べれるってこと。おお、じゃあもう宇宙食しか思いつかないけど。確かに。ちょ、気になりますね。早く食べたいです。ですね、じゃあ早速行ってみましょう。行くよ。今年5月にオープンしたみな麺岡山店。みな麺は大阪に本店を構える人気店、人類みな麺類の系列店で、今年4月にオープンした難波ウォーク店に次ぐ2号店として岡山に出店したそうです。このキーワードをもらってやってきたんですけど、はい、この宇宙に持っていけるラーメン、はい、これどういうことですか？あの、私が火星に一番最初にラーメンを出したいっていう夢があるんです。壮大だ。火星に。そうです。宇宙。宇宙、火星です。はい、すごい。で、まあ、ちょっと開発してる中で美味しいラーメンができて、うん、やっぱりあの宇宙に行くにあたって、うん、あのスペースシャトルの中でいろんな国の人が多分乗ってると思うんですよ、はい、で、あの出汁とか使うと、まあ、鶏ガラとか取ると宗教とか文化の問題で食べれない方がいると思ったんで、あの開発できたラーメンがこれですね。あ、はい、火星の後全然話入ってない。確かに。火星に行きたくてっていうのが、はい、そもそもってことですか？はい、宗教の人たちも誰でもが安心して食べれるラーメンってことです、ね。あ、そういうことか。世界中の人が楽しめるラーメン。すごい。火星に行く。本気で火星に行く。そんな夢がこもったラーメンなんですね。そうです。やばい、早く食べたいです。ですね。じゃあ早速いただいてよろしいでしょうか？わかりました。僕、九太郎が注文したのはみな麺の定番、清めしむ醤油ラーメン。水と小麦にこだわり、素材そのものと向き合ったかつお油を効かせた醤油ラーメンです。へー、おいしそう。美味しいんです。あっさりしてそうですね。そして僕、鈴木が注文したのが蒸し暑い今の時期におすすめだというメニューです。醤油ラーメンをベースに酸味を加え、さっぱりとした絶妙なバランスのサンラータン麺です。その名も清め巡る醤油ラーメンです。うわ、これ辛酸っぱそうですね。これいいですね、うん、ラーメン来ました。やったー。どうよ。すごい、もう色がでもまずね、この時点で違いますね、うん、お色がもう映えてる、うん、そう。しかもこの香る、最高じゃん。ありがとうございます。早速いただいてもいいですか？はい、お願いします。いただきましょう。いただきます。
やったね。よし。え、すごい。いただきます。おいしそう。うわ、大好きです。ありがとうございます。大好き。いや、ちょっと、はい、すごいよ。え、いいですか、僕も。コクがあって、はい、まろやかな。おいしい。ですか。大好きな麺。大好き。ありがとうございます。ちょっと太めの、はい、あのスープの良さと麺の良さがお互いを引き立たってる。あらら。最高ですよ。ありがたい。はい。最高よ。じゃあいただいちゃいます。いいですか。いただきます。サンダーフロッ。お、お。うんうんうん、酸味があってな、ちょっと美味しいです、これやばい。かわいい、かわいい、かわいい。え、待って、本当に美味しい。結構酸っぱかったです。うん、酸味があるんですもんね、結構ね。うん、癖になりますよ。あ、美味しい、美味しい、美味しい。美味しい。三回だね。響いた。三回美味しかった。美味しいが響いた。美味しい。ね。酸味がでも効いてて本当に僕のドタイプです。ありがとうございます。スープと麺のこだわりなんかあったりします？はい、スープはですね、うん、水と醤油のみで。だし使ってないんですか？はい、お水と醤油のみで。そうですね。もちろん水にもこだわってます。はい、そうなんですか。はい、どういうこだわり。函館の浄水器を使ってまして、なんか自然に近い水を再現する浄水器で、すごく美味しいんですね。それがすごい、水にもこだわりがあって、うわ、こだわりがあってのこの美味しいスープなんです。これ美味しいわけですよ。必要な麺の方のこだわりはなんか、うどんの小麦を使ってるので、はい、なんかちょっと喉越しがいいんじゃないかなとか、うん、確かにもちもちでした、はい、そうだよね、確かに確かに、うどんだ、はい、うどんの、すごい。わ、じゃあチャーシューもいただこうか、いっちゃいましょうか。ラーメンのトッピングには豚と鶏2種類のチャーシューが乗ります。特に注目なのがこの美しいロゼ色に輝く豚チャーシューです。綺麗。うん、どうです、うん、マジ、はい、え、本当にね、これ本当森なしで、はい、チャーシュー史上僕一番美味しいと思うよ。ええよ、本当にありがとうございます。これはイタリアから仕入れた豚を、まあ、使ってます。イタリアなんだ、はい、イタリアの、まあ、メス豚限定みたいな。え、はい、イタリー、なんでなんですか。なんで、いや、まあ、いろいろ食べ歩いて、はい、まあ、試行錯誤したら、なんかイタリアっておしゃれやし、うん、美味しいかなと思って、うんうんうん、で最後にそれ仕入れて、まあ、低温調理っていう調理をするんですけど、はいはいはい、そしたらすごいしっとりして美味しかったですね。そうか、いろんなところ試して一番がイタリアの。そうなんです。あ、だからね、だからこんな美味しいんだよ。イタリアの方も絶対好きです、ね、イタリアの方、そう、確かに食べてほしい、やっぱ世界意識してる。確かに。お、来ましたね、来ました、締めガチャ。これ聞いてます、噂聞いてます、見ました、見た。なんかお題が入ってて、ね、ちょっとその連想ってやるという感じで、うん、やるのやめとこうか。やめられないんですよ。挑戦してください。やんなきゃいけないんでしょ。しいかよ。マジやだった。はい、ダダン出ました。はい、それでは、はい、お題こちらです。ダダン、何ですか。戦隊ポーズ風締めコメント。戦隊ポーズ風何ですか、キュウさん。知らねえ、戦隊ポーズか、考えてる、誰ですか。ふざけ、困ってますね。あ、でも得意じゃないっけ。無茶振り、得意だ。いただきますか。最低、ここ いただきます。うわ、なんだろう、もう今の戦隊風なんです。始まってます。何だったんだ、やっぱ得意だったから。得意なんだ。ちょっとだけ待ってください。お、出るか、うん、出る。おい
しい。やったいいですね。出た、かっこいい。かっこいいです。かっこいいですね。感動しました。ねえ、よかった。すごい。はい、ということで、スタジオでやりますよ。戦隊風。なんだよ。マジで。え、待ってよ。バシッともう。戦隊風コメントの正解って何？聞いたことないもん。マジで。くそ。さあ、どんな感じなんでしょうね。うん。お。はあ。はあ。最悪やマジで、マジ最悪。好きです。いい表情でした、ね、社長の表情来ました。ありがとうございます。作っていただいて助かります。なんかね、ありがたい本当に。こんなに美味しかったのいいな、ラーメン。こんな美味しかったのに最後の最後なんか苦い思い出になっちゃった、ね、でもラーメン美味しいから、ね、美味しかったですね。この後も引き続き食べましょう、うん、いやどうでしたか。いやーやりましたね、最後社長さん、うん、こいつマジかって顔してた。もう如実に出てましたね。もうね、締めガチャいいよ。もうなくしませんもん。みんなが通る道なんですよ。これがこのコーナーの特徴ですね。そうか、うん、ラーメンめっちゃ美味しかった。ラーメンはね美味しい。でみんなラーメンは楽しんで帰ってくるんだけど、最後の締めガチャいらないって言って、そう、ね、マジでみんな、このみんなで行きましょう、うん、4人で。あ、4人で行きますか。行きましょう。本当に、ね、いやあれあの何から何までスープがまずその出汁を使っていないので、初めて聞きました。コクがあってまろやかで、もうずっと飲めちゃう。水にすごくこだわってらっしゃるんですね。そうなんですよ、うどんの麺って使ってるって、太くて、うん、これね、そのうどんうどんに使われる小麦をね使用されてますもんね。それも変わってるし、あのチャーシュー史上最高っておっしゃってましたけども、本当にトップ、トップオブサト、うん、あれを超えるチャーシューには多分僕の人生で合わないと思います。これね、れイタリア産の豚肉、もう紅の豚ですもんね。すごい、なかなか使えないですよ、イタリア産の豚肉。本当綺麗なね、チャーシューですね。いや、満喫されましたね、はい、最高でした。もう最後の、でもあのヒーローのこのベルトをなんかガチャガチャと回転させるのを再現したかったですよね、うん、もう説明はしないでください。もうあの、ほじくらないもんね。まあいい、思い出したくない。まあいい、あんな見なかったことにしてください。これに懲りず、ま、違うガチャだったらまた違う展開になったかもしれないね。戦隊ヒーローはちょっと難しかったけど、うん、また変わりますからね、お題もね。また変わりますからね。はい、じゃあ改めてあのお店の場所などを説明してもらえますか。はい、はい、みなめん岡山店は岡山市北区本町西川緑道公園交差点の南西部にあります。ぜひお店に行ってみてください。もうあの岡山駅から伸びる桃太郎通り沿い、ほぼ沿いと言っても過言ではない西川緑道公園ね、交差するところで、本当にオープン以来もう常に行列ができてます。そうなんですね、大人気店ですね。そうってもたくさんお客さんが並んでいて、行きたくてどんな店かなと思ったんですけど、今日見られてよかったです。そうでしたね、はい、ありがとうございました。まあ岡山にはね450店舗以上の美味しいラーメン屋さんたくさんありますから、450、ぜひもうこれに懲りずに、はい、あのいろんなとこ行っていろんな戦隊ヒーローポーズで決めてます。どこ行っても締めガチャある。締めガチャも最後は戦隊プライベートで行ったら締めガチャはないですよね。いやいや、プライベートプライベートはあります。なんでやりましょう。そういうコーナーなんですね。はい、以上つばだんラーメン部でした。